はい、こんにちは、八木下です。今日も iPhone X で女の子を可愛く撮る方法をちょっとやっていきたいと思うんですけど、普段撮るときに太陽がどっちにあるかなって気にしたことあります？写真撮るとき眩しいなって思ったときは。ああ、なるほど、なるほど、でも綺麗に撮るにはどういう方向で撮ったらいいのかっていう、難しい。そういうのをちょっとバリエーションをね、いろいろ見ていきましょう、はい。で、今ちょっと室内なんでライトを仮に太陽と見立てて実験していくんで、ちょっとやっていきましょう。太陽があそこにあると仮定して、まあ太陽があそこにあるように映ってますよね、ね、影がね、あるからね。そうだ、これが太陽があそこにある状態、で、一回撮ってみます。いきます。はい、チーズ。はい、今度太陽真正面で撮ってみましょうか。太陽真正面。はい、チーズ。はい、で、今度太陽に対して横向きにしてみますかね。横向き、はい。で、この前やってちょっと明るさの調整ぐらいはしてみましょうかね。はい、よいしょ。はい、今度はちょっとライトの位置を変えて、ちょっと斜め後ろから映ってる状態ね。はい、チーズ。はい、太陽と顔の向きだけ気にしましょうか。はい、チーズ。はい、っていう感じですね。はい、というわけで今いろんな向きで、まあ、太陽に対する顔の向き、でちょっと撮ったんですが、見てってみましょうか。これあの斜め前に太陽は、ちょっとね、シャープっちゃシャープ、はっきりって感じ、で真正面ね、これもまあはっきり、はっきり系、だけどちょっと顔のシワだったり顎の下の影とかがね、確かに、ちょっと強いかなみたいな感じがしますよね。で、これが横からの太陽。目に光が入らない。そう。あとは例えば鼻の影だったりとか、ちょっとここら辺のね、口の横の影とかが、ちょっと女の子撮るにはどうかなっていう感じもします。で、これが斜め後ろ。あとこれ影が一番薄くなってないですか？確かに。ね。で、あとはちょっとこれ左側太陽が。あって、これによってちょっと細く見えたりしてるかもしれない。なるほど。そう。で、これ真後ろ。うん。正面から撮った絵に比べると、ちょっと、全然違う、ね。どっちがいいかっていうのは、まあそれも人それぞれなんだけど。でもどっちかっていうと、女の子撮るときには柔らかく。確かにふんわりした感じにはなるかもしれない。の方がいいかなっていう、だもんで、例えば外で撮るときなんかは太陽を背にして撮った方がちょっと柔らかい感じで撮れるかもしれない、でその時絶対こう明るさの調整を前回やった、これね、やらないと顔が暗くなりがちなので、そこは注意して撮ってみましょう。はい、ということで今日は以上です。また次回。バイバーイ。